仮面ライダーアギト、仮面ライダーアギト、仮面ライダーアギト、オーブン表記、マスクドライダーアジトオームは、2001年、平成13年1月28日から2002年、平成14年1月27日まで、テレビ朝日系列で毎週日曜8時8時30分、JST に、全後1話が放映された、東映制作の特撮テレビドラマ作品、および作中で、 主人公が変身するヒーローの名称。キャッチコピーは目覚めろ、その魂。本作品の放送期間中より番組の最後にこのドラマはフィクションですとテロップ表記されるようになった。仮面ライダーシリーズ生誕30周年記念作品であり、同時に平成仮面ライダーシリーズ第2作目としてシリーズの基礎を固めた作品でもある。 第2作目ということで、作中には昭和仮面ライダーシリーズの第2作目である仮面ライダー V3 のオマージュとも言える描写が存在する。本作品では3人の仮面ライダーが当初から登場する。以前の作品にも複数の仮面ライダーが作品中に登場するケースはあったが、複数が同時に主役級で扱われた例はなく、この試みは 以降のシリーズにも影響を与えている。空が同様、劇中で仮面ライダーという言葉が登場することはなかった。アギトは日本語の古語で学問をアギトと読んだことに由来する。また、英字表記であるアギトがラテン語において覚醒や挑戦を意味することにもちなんだものである。さらにアギトは聖書に存在するアルファ、アルファに始まり、オメガ、 に終わるのフレーズを思わせる文字構成であることから、最初で最後の作品との意味合いが込められている。これにちなみ、本作品の応文表記は、アギトではなく、GIT オメガ、頭文字が、アルファ、末尾がオメガとなっている。作品中では、謎という形で多くの伏線が提示され、それらを紐解く鍵を見つけると同時に、再び新たな謎が現れる形で、 ストーリーが展開する。このスタイルは、以降のシリーズでも継承されていくことになる。一方で、アクション面においても、前作よりもその比重が高く、様式美的な要素を取り入れるなど、エンターテインメント性を重視した作品に仕上がっている。白倉は公式ホームページで第46話が、実質的な最終回だと語っており、メインライターである、井上俊樹も、最終回のつもりで書いたしいる。 前年の空画がハイビジョンカメラによる16、9のビスタサイズで制作されたことを受け、本作品でも画面サイズは16、9の画角が採用されている。ただし空画で編集段階の SD 画質への変換作業時にクオリティの劣化が起きたことを受けて、本作品は16、9の横長画像を横方向で圧縮した4、3の画角で収録しそのまま、 コスプロを業マスター完成の段階で圧縮状態を戻し本来の16、9の画像にするスクイーズ撮影という手法が採用されている。この手法は後の仮面ライダー券まで採用されることとなる。玩具などの関連商品の売り上げは前作空が押しとまわっているが視聴率は最高視聴率十三点九パーセント、番組平均視聴率十一点七パーセントともに 平成仮面ライダーシリーズの最高記録を出している。本作品の企画は空画のヒットにより、その後番組として2000年夏頃から白倉、新一郎、竹部直美、井上俊樹を中心に立ち上げられた。秋頃には劇場版の検討も始められていた。白倉による初期案は人間とモンスターがカードを使って契約するという設定でで、主人公と ヒロインが沖縄から出発し、二人で東京を目指すロードムービーというものであったが、現実的には制作が難しいという理由で不採用となった。また主人公が記憶喪失であることは当初から決まっており、蘇生不明の主人公が警察から追われる展開になってしまうのを避けたのも旅物語を廃案にした理由の一つである。次に10人ぐらいの仮面ライダーが登場する。 群像劇という案が出され、最終的に三人まで絞られ、完成作品へと至った。人数が絞り込まれたのは、十通り以上のフォームチェンジが登場した前年のウガとの差別化のためである。本作品は未確認生命体第四号が未確認生命体を滅ぼしてから二年後を舞台としているが、前作、クーガの時間軸と本作品の時間軸は、 意図的に一致しないように制作されている。また、未確認生命体という名称や仮面ライダー G3 の外見以外に、前作を連想させる設定なども存在しない。詳しくは、外部リンク、時間軸の矛盾についてを参照。前作における、空画の別称、未確認生命体第4号は本作品でも使われているが、一方で、空画や、 グロンギという言葉やその姿は登場しない。プロデューサーの白倉慎一郎は、本作品の世界観は物語開始時点により2年前に空画のような出来事があった。パラレルワールドとしている。空画を共演させようというアイディアは企画中に存在していた。アギとギルス G さんのデザインはいずれも空画のデザインを発展させたものである。ストーリーコンセプトとしては、 警察を重要な要素とすることや、怪人が人間を殺害する存在であることなどが受け継がれている。未確認生命体事件の収束から2年の月日が流れたある日、沖縄県の与那国東海岸に陣地を越えた謎の異物、大パーツが曲がれついた。同時に各地において、人間には不可能な殺害方法を用いた猟奇的連続殺人事件が発生する。 警視庁はこの事件の犯人を、かつての未確認生命体を超える新たなる脅威として、アンノーンと命し、未確認生命体対策班に専属捜査を命じた。この物語は3人の仮面ライダー、ソウルに配属された若き特務刑事、氷川誠イコール G3、瀕死の重傷を克服した後に変容していく、自らの肉体に恐怖を抱く、大学生。 吉原良イコールギルス、そして記憶喪失でありながらも、本能の赴むくままにアンノー能を倒していく。家事手伝いの青年、つかみ小一イコール、アギトの物語を交差させ、やがて一つの巨大な流れへと消化していく。つかみ小一については、アギトのつかみ小一を通常表記。本来のつかみ小一は、太文字表記にて示す。赤月号事件での乗員、乗客たち。 本作品の物語の中心となるのは、すでに仮面ライダーである男、アギと仮面ライダーになろうとする男、G3、仮面ライダーになってしまった男、ギルス、彼ら3人の仮面ライダーである。劇中の登場人物は彼らを仮面ライダーと呼称することはないが、新たなる変身では前述のナレーションのほか、各ライダー変身時にテロップで仮面ライダーマイナスと表記されている。 また、百獣戦隊ガオレンジャーとの合同企画による2枚、グミアルバム、百獣戦隊、ガオレンジャー vs 仮面ライダーアギトのドラマパートでは、ガオレンジャーのテトム、エン、タケビに、仮ライダーと呼ばれている。つかみ正一がオルタリングを使用して変身する、仮面ライダー。モチーフは竜。複眼の色は、基本3フォームトリニティフォームは赤、バーニング・シャイニングフォームは黄色。 頭部の金色の角、クロスフォームは、グランドトリニティフォームの必殺技使用時に展開する。アギトの持てるすべての力を解放し、パンチ力、キック力ともに2倍近くになる。バーニングシャイニングフォーム時は赤く常時展開しており、形状もやや異なる。赤月号で、光の力を多量に浴びたため、他の人間よりも進化が早く、ストーリーの進行とともにすで、手持ち武器による、 格闘戦主体の様々なフォームへと変身可能になる。関連書籍における第1話のストーリー紹介では、謎の戦士と呼称されていた。前作、クーガのヒットを受け、スポンサーの要請によってクーガと同様に、格ライダーというコンセプトでデザインされた。クーガとの差別化のため、角を赤くする案も存在したが、インパクトがありすぎるため強化形態へ持ち越された。また、 アギトの名に合わせ、角だけでなく顎も強調するために、クラッシャー部分は鋭く力強いデザインとなっている。当初はパワーアップ形態は登場しない予定であった。警視庁が未確認生命体による事件の教訓を活かし、新たなる未確認生命体の出現を想定して、小沢隅子が未確認生命体第4号をもとに設計した。企業連合体と共同開発した。 対未確認生命体戦闘用特殊強化服、パワードスーツ。武器の使用には、上司であり、班長である、小沢隅子の許可が必要である。G3 の段階の武器でも、未確認生命体を一撃で倒すことは可能。第2は冒頭。武器を相手に奪われる状況を想定して、G トレーラーから、 武器管制がコントロールされており、オペレーターによって許可コードが送信されるまでは武器を使用できない。ただし、39話で、アナザー・アギトが g m 1を奪った際は、トリガーのカットが、アナザー・アギトの握力を抑えきれなかったためにカットがなされていない。いずれの武器も生身の人間が使用できるデザインだが、反動が強烈なため、 g 3系システムを装着しての使用が前提となっている。吉原良が変身ベルトメタファクターの力で変身する仮面ライダー。劇中では第6話から登場。劇中でギルスの故障が使われたのは闇の力による1回のみで、両本人を含めほとんどの人物がギルスの名称を知ることはなく、名指しでは呼ばれないもののアギトとして扱われる。モチーフは、 キ切り虫。基本カラーは2形態共通して、緑。複眼の色は赤。また、ギルス、ギルズという名がエラに由来するように、ピラニアのごとく、野生的なフォルムが特徴。木の香りが変身ベルトアンクポイントで変身する、仮面ライダー。エルロードの因子を受けており、歪んだ心が具現化しているため、シガや羽などは、アンノーンと共通している。 複眼の色は赤。基本は肉弾戦のみで戦うが、敵の武器を使うこともあった。作中では、アギトと誤認される場面があるが、頭部の角の大きさなど、外見の際は激しい。頭部の角、アギトホーンが常に展開しているため、数値上のスペックと戦闘能力は、シャイニングフォームに等しいが、装備武器や、ホームチェンジの能力はない。必殺技発動時など、 さらにパワーを引き出す場合は、口元のクラッシャーが開き、シガ状の機関が露出する。また、腕と足の爪状のカッター機関、バイオクロウで攻撃補助をする、劇中未使用。劇中では、もう一人のアギトと呼ばれ、アナザーアギトと呼称されることはない。一部の書籍、雑誌、玩具では、仮面、ライダーアナザーアギトと表記される。番組制作現場においては、 当初定まった名前がなく、脚本上は、木のアギトと表記されていた。アナザーアギトの名称が劇中で故障されたのは2017年の仮面戦隊ゴライダーが初めてであり、木の本人が名乗っている。必殺技はクラッシャーを展開して、足にエネルギーを吸収し、飛び蹴りを叩き込むアサルトキック。破壊力は40トン。ゴライダーでは、 アサルトキックと同様の方法でパンチを放った。マスクのライダーアギトアートワークスによれば、デザインモチーフは仮面ライダー1号、語れ。平成仮面ライダーでは、モチーフはバッタと記述している。両肩の肩甲骨のあたりから出ているマフラー状の、羽は仮面ライダー V3 のマフラーを意識している。仮面ライダーと怪人の中間を意識したデザインで描かれている。 水、風、地の三体の最高位のアンノーン。中盤以降に登場。書籍、マスクドライダーアギトアートワークスによれば、アギトに等しい存在である。海のアンノーンよりも進化が進んでいるため、背の羽はより大型化しており、知能や能力が発達したことにより、人間の言語を理解し、話すことも可能。貴族、様式、美意識のような風格、そしてライダーと、 共通する複眼を持つ。特に水のエルロードについては、暁号事件の長本人であり、何度も、アギトたちを苦しめる。オープニングで登場したイコンガには、エルロードらしきものが全部で7体描かれている。その正体はテオス、闇の力によって、古代に誕生した生命体、マラークで、7人存在し、そのうちの一人である、プロミス、光の力は、 マラークから人間を守るため、人間との間に、ネフェリム、アギトという戦士を生み出した。メインキャストである、歌手・トシキ、ヨ順、ジュン、ともいかずは、本作品と同時期に放送された、百獣戦隊がオレンジャーの出演者や、ウルトラマン・コスモスで主演した、杉浦太陽らと共に、通常では、特撮ヒーローを扱わないメディアでの露出の機会を増やしている。また、 第十二話から登場した沢木哲也役には超高戦士、シャンゼリオン暗黒騎士ガウザーイコール黒岩称号役を演じた小川氏を起用した。小川はその後も仮面ライダーシリーズにゲスト出演している。仮面ライダー兄とは前年まで戦隊レッドを演じていた高岩聖二が担当。高岩は本作品以降仮面ライダー狂気を除き主役仮面ライダーを 演じ続けている。仮面ライダーギルス役には、前年に未来戦隊タイムレンジャーでスーツアクターとしてデビューした押川義文が抜擢された。前年より引き続き参加の白倉伸一郎が、本作品ではチーフプロデューサーとなり、以降、仮面ライダーディケードまで平成仮面ライダーシリーズに頻繁に関わることになった。また、白倉やシリーズ構成である、 井上俊樹も含め、かつて東映が制作した超高戦士シャンゼリオンに参加していたスタッフが本作品にも多数参加している。白倉も本作品はシャンゼリオンのリベンジであると2009年発売仮面ライダーマガジンのインタビューで語っている。クリーチャー、アンノーンデザインには過去にも東映特撮に参加経験のあるメカニックデザイナー、伊豆口博士を起用。 さらに、伊豆口を補佐する形で、イラストレーター、草薙拓人氏が参加した。本作品よりバイクなどの車両協力、並びに、平成仮面ライダーシリーズの番組スポンサーとして、ホンダ研工業が参加。番組中で流れる CM はすべて、平成仮面ライダーシリーズ限定で、放映の二輪車ものである。ホンダの参加は、テレビ朝日プロデューサーの中島つが、 個人的に同社のモータースポーツ部長と懇意にしていたことから実現したもので、中島は仕事ではなく、個人的な協力であったと述している。また日本コロンビアが関与した最後の仮面ライダーシリーズ作品でもあり、自作仮面ライダー隆起以降は ABEX が音楽制作を担当している。本作品以降、平成仮面ライダーシリーズの各作品では原則として、 エンディングテーマが省略されている。これにより、出演者やスタッフなどのクレジットは全てオープニングに集約され、省略によって稼がれた分は、ドラマ部分の放映時間として割り当てられるようになった。本来、戦闘場面などのシーンを盛り上げるためのテーマソングは、挿入歌として扱われるべきものであるが、スタッフロールなどでは、エンディングテーマとして表記されている。 上記の通り厳密な意味でのエンディングテーマはないが、各話の終盤、主にバトルシーンで使われている多機の挿入歌4曲がエンディングテーマ扱いとなっている。またシングル発売時にセカンドエンディングと名打たれた、ワンオンリー、作詞、藤林聖子、作曲、編曲、三宅一徳、歌、風雅な音という曲もあったが、劇中では一度も使われることがなかった。 実質の後期エンディングであるディープブレスはシングルにサードエンディングと記載されている。この形式は一部の例外を除いて以降のシリーズにも引き継がれている。ストレンジャー・イン・ザ・ダーク・マシントーネイダーは本来挿入歌として制作されたものだが同様に使われた。なお、本作品の挿入歌はすべて劇中での使用を考慮したテレビサイズが制作されていたという。 前作、仮面ライダーウガや、後続の仮面ライダー隆起、仮面ライダー555、仮面ライダー剣にて、数多く制作された、レギュラーキャスト歌唱による、キャラクターソングは、本作品では、マナ役の秋山里奈による、ホームスイートホームのみに止まっている。劇ともは前作に引き続き佐橋敏彦が担当。前作では、スーパー戦隊シリーズとの差別化から、 オーケストラ編成は避けていたが、本作品では、日本コロンビアの本次大輔が、必要性を感じ、オーケストラ編成が加えられた。第1話と最終話、第51話は、オープニングが省略されており、第1話は次回予告がエンディングを兼ねた、形式、予告編の映像にスタッフロールが被せられるで、主題歌は使われていない。また最終話は、 本編のラスト部分はそのままエンディングになっており、主題歌には仮面ライダーアギトが使われた。各回にはタイトルはなく、本説にて明記されているものは、いずれも新聞のテレビ番組欄やテレビ番組情報誌、並びにテレビ朝日公式ページにて表記されたものである。第28話は、寮の階層という、作中の時系列とは、外れるエピソードのため、上下に、 帯がないアスペクト比4、3で放送。各は終了時の演出は、最後のワンシーンが四角形に囲まれるという、以降に比べると非常にシンプルなものになっている。四角形の角には、オメガの文字が置かれ、さらに上部分には、アギトの紋章も表示される。登場アンノーンの欄には、レギュラーである闇の力以外のアンノーンのみ記述。登場アンノーンの横の数字は、登場話数を示す。 リンクの貼られている作品の詳細は、リンク先を参照。5おさむき